はい、どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いします。公立高校としては世界初の参戦として出場しました。うん、この北のダーウィンからアデレードまで約3000キロありまして、ここから先は実際に大会中の様子について質問を、チェックポイントまでの間に、うん、マサチューセッツ工科大学やケンブリッジ大学など、うん、合計18チームを追い抜いて11位にランクアップして、その日の走行を終えました。ハンズ TV をご覧の皆さん、こんにちは。チーム沖縄キャプテンの金城耕作です。マネジメントリーダーの宮里総一郎です。私たちチーム沖縄が公立高校生として初参戦した世界最大のソーラーカーレース、ワールドソーラーチャレンジに、去年の10月に参加してきました。大学はアメリカのマサチューセッツ大学とか、イギリスのケンブリッジ大学とか、世界中の名だたる大学とかが参戦してくる世界で一番レベルの高いソーラーカーレースです。実際ケンブリッジとかマサチューセッツとか全然大したことなくて、初日で僕たちぶち抜いてしまったんですけども、そういうことができるのもハンズ TV をご覧の皆さんや、県内外を問わずたくさんの方々に支えられたおかげだと思っています。本当に温かな支えありがとうございました。僕たちはこれからも様々なことに挑戦していきますので、温かい応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。スコンタイムで来るつもりが逆に恥ずかしい。出てないっすよ。出てる。なんか、ハンズ TV をご覧の皆さん、チーム沖縄の金城耕作です。宮里耕一郎。全然大したことなくて、初日で僕たちぶち抜いてしまったんですけども、そういうことができるのも、ありがとうございます。